あたりチャンネル。こんにちは、あたりです。今回遊ぶのはこちら、特装戦隊デカレンジャー、特装合体デラックスデカレンジャーロボ。はい、というわけで2004年に放送が開始になりました特装戦隊デカレンジャーの1号ロボ、特装合体デカレンジャーロボです。発売日が2004年の3月20日、価格が税抜き6800円。この5体のデカマシンが合体して、1つのロボットになるんですけども、なんとこのデカレンジャーロボ6つのパターンで光る、鳴る。まずはパトストライカ、デカレッドが乗るデカマシンですね、ここのパトランプの部分がクリアパーツになってますね。そう、ここが光るんですよ。で、ぐるっと回して、はいはいですね。 SPD スペシャルポリスデカレンジャー、ここは銀色が、シルバーですね。あ、ここが光るんですよ。そしてパトジャイラ2番、デカブルーが乗るデカマシン。うい、ぐるっと回すよ。はいはい、ここジャイロになってますね、で、ここがフックになっているので、何かをこう吊るしてこう飛ぶことができる、ウィーンってね。あと劇中だとこのよいしょデカワッパーをこう敵にね、こうスポッてやってなんか拘束してたのは覚えてる。このランプの部分はクリアパーツですね。 SPD、はい、パトレーラー3番、デカグリーンが乗るデカマシンですね。ぐるっとトレーラーになってるんで、こう荷台を引っ張るんですけども、ここにシャコね、シグナルキャノン、かな、シグナルキャノンとソード、ジャッジメントソードの剣先が入っています。このシグナルキャノンをこうよいしょ差し替えることで、パトレーラー自体が攻撃することもできる。そしてパトアーマー4番、デカイエローが乗るデカマシンですね。こういう感じ。SPD、ね。パッドカーなのかな？ちょっと違うのかな？ここに、こういう、光るやつがあるんですよ。こう、ライトをパッってやるやつ。パッ。このランプの部分はクリアパーツですね。そして、パトシグナー5番、デカピンクが乗るデカマシン。割とこうちっちゃいイメージはあるんだけど、劇中だとめっちゃでかいんだよね、これね。劇中の話ばっかりしてるけど。ここを持ち上げて、くるっと回すと、これがサインボードになってる。で、この付属の、サインボード用の、なんかカードがあるので、これを横から、よいしょ、入れることで、よいしょ、はい、はい、止まりなさーい。あ、硬いな、止まりなさーい。サインボード初めて使ったわ。あとは付属のシールが、この SPD マークのシルバーのこのステッカーがついてるんですけども、貼ってないと。このパトアーマーの後ろのこのパーツと、よいしょ、パトレーラーのここに入ってるね、この剣先を、よいしょ、合わせて、で、ここの後輪のジョイントにつけるんだ。こうか、こうだ、こうでこうビーンってビシャビシャビシャーンってやるんだ。ちなみにパトジャイラーに捨てたこのデカワッパーも装備することができる。よよいしょ、はいはーいはーい。あとここにアームがあるので、よいしょ、こうですね、これをこう取り出してアームの操作ができる。こうね、逆側もよっよっと、ウィーンウィーン。
じゃあちょっと電池入れようか。ボタンを押してスライドするタイプ。単4電池が2本。電源入れます。いきます。そしてここの1のボタンを押すと音が鳴ります。おー。でこのパトストライカー本体に振動を与えるとさらに音が鳴る。さあそれじゃあ合体させようか。じゃあまずパトストライカーを合体準備だ。まず後ろのここを、はい、広げる。まず後ろのここを持ち上げる。おお、後ろをよ引き出して、前輪をグイッ、こっちもグイッ、でここをこうですね。そしてガッチャン。はい。さあ次はパトジャイラ。ここのタイヤをしまって、よいしょ、ここの翼を畳む。この前の部分を持ち上げる。ジャイロを畳む。はい。パトレーラーグイッガシャン。そしてパトアーマー、まずはよいしょ、これを外して、はい、拳を出す。パトシグナー裏、拳を出す。じゃあ行くぜ。まずは左足、そして右足ですね。そして両腕を、逆ですね、両腕を、そして胸のボタンを押して合体完了。はい、完成。デカレンジャーロボ。もう一度ボタンを押すと必殺技音声が鳴りますね。めっちゃ光る。部屋を暗くするとこんな感じだ。うひー、もう一回押す。やば。でさらにパトストライカーの時と同じように振動を加えるとまた音が鳴って、光りますね。じゃあちょっともう一回合体させてみる。切って入れる。はい、いきます。せーの、ガシャーン、あとでガシャーン、そしてガシャーン、いきます。うひー、ていうか腕にこれつけるの忘れてたわ。外しっぱなしだったこれね。でここの腕からこれを取って、よいしょ、足のここから、よいしょ、ジャッジメントソードの剣先を、あ、この感じかっこいいなこのスッっていう感じかっこいいな。で、これをジャッジメントソードを作って、はい、持たせる。よいしょよいしょ、ジャッジメント、ジャッジメント、 OK。 さらにここから、よいしょ、シグナルキャノンをね、持たせて、うい、やっぱデカレンジャーロボといえばこれだ噛んだデカレンジャーロボといえばこれだよね。これビューンビューンブンビューンビューンビューン、まあ、この銃とか剣とかを使って戦って、まあ、巨大化した敵を倒す。倒した後はゴッチュ、まあ、直接このおもちゃには関係ないんだけども、ガオレンジャー、ハリケンジャー、アバレンジャーって、このねロボットの合体シーンがね全部 CG なんですよ。ただデカレンジャーからはちゃんとミニチュアを使った実写の合体シーンがね復活して、これがかっこいいんだよな、まあ、その前の3作はロボ戦以外はもうほぼね CG しか使われてなくてね、僕としてはもう結構残念な部分がねあったんですけども、このデカレンジャーはね、このロボだけじゃなく合体シーンだけでもなく、このデカマシン、この活躍もミニチュアで撮影されてるというのが、もう僕としてはもうポイントが高すぎてやばい。はい、じゃあそれでは撮影いきましょうか。はい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 、 SPD SPD、 はいはいはい、胸のパトランプからのイケメン、イケメンだな。グーッと言ってく、グーッと言ってく、うわイケメン、超イケメン、うわ SPD、 SPD だよ、はい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 、はい、逆サイからいくよ。 SPD でしょ。
はいはい、後ろでしょ、はい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 、SPD、SPD、はい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 、いいねー、パデカレンジャー、SPD、SPD、はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで今回は特装戦隊デカレンジャー、特装合体デラックスデカレンジャーロボ、こちらで遊びました。いかがだったでしょうか。光る、鳴る、そして合体するですね、しかも全部パトカーね、もうね、男の子心くすぐられまくりですよね、いいっすよね。デカレンジャーロボ、おもちゃとしても最高の出来なんですよね。で、まあ、次回は追加戦士的なあいつのロボットを、ね、遊びたいと思います。それではまた次回、バイバイ。